皆さんこんにちは。今週もここタイからお届けします。以前紹介したシミ取りほくろ取り、あれね、大反響で僕の YouTube を見て来店したという視聴者さんがたくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。まあ、それだけ需要があるという結果が出たので、今回も用意しました美容企画第2弾。とは言っても僕がこの後撮影を控えているので、前回のようなダウンタイムがある施術は受けられないんですね。まあ、そういうことを相談したところ、ダウンタイムなしのものもあるということなんですよ。そして今回も僕のこの番組を見てチャンネル登録してくれた方には何かしら特典が出るようにひとみさんにお願いしていきますので、最後まで動画見ていってください。ひとみさん、はい、お久しぶりです。久しぶりです。こんにちは。また来てもらえるなんて。前回ありがとう。いや、反響が良かったっていうことだったんで、はい、たくさん来ていただいて、なんか男性の確率が高かったって、来店した方が、はい、でひとみさん今回、はい、そのダウンタイムなしで受けられるっていうのは、はい、なんていう施術になるんですか。はい、この間シミ取りとその全体的お顔のトーニングっていうのをやってもらったんですか。あ、やりましたね。あ、はいはいはい、あのトーニングを全体に当てた方。ああ、それをもう一回やるってことです。あれはダウンタイムなしでいけるんですね。はい。新しい悩みっていうか、はい、まあ、最近言われるのが、笑った時のここ、うんうん、目尻のシワ、はい、出てきたねって言われるんですけど、はいはいはい、個人的にはもう年齢に合わせて出てくるものだから、はい、それでいいのかなっていう認識なんですが、はいはい、こちら当院でもボトックスの治療可能なので、うん、ご希望であれば一緒に。じゃあせっかく YouTube だからやってみた方がいいですよね。はい、はい、はい、ぜひ。今もう一度笑ってもらっていいですか。はい、シワ深くなっちゃうと、はい、だんだんボトックスでも効果出にくくなってしまうんで、うん、治療は早いうちからやった方がいいです。肌が張っちゃって撮影の時に笑っても目が笑ってないとか、そういうのは絶対に避けたいので、そういう細かい調整も先生と相談できますか。はい、じゃあ今日はそのトーニングとボトックスの組み合わせで、はい、いきますか。はい、お願いします。お願いします。あとひとみさん、最後にまた、はい、またお願いすると思います。視聴者さん用に、はい、何かできないか、ぜひあの、はい、この間に考えていただきたい。嬉しいです。はい、分かりました。お願いします。はい、先生、サワディーカー。お久しぶり。お願いします。チェックしますね。はい、レントอันนี้ดีไม่ค่อยมีรอยดำแต่ว่าอันนี้หกโครยังเหลือหกโครก็残ってるので色素沈着ちょっと部分的に出てる。อันนี้これ見えますか。うん、見えます。はい、ありがとうございます。これはね、最初消えたんだけど、やっぱりまたほくろのが強いんですよね。また出てきました。でも多分これは彼が言ってるんですよ。ここに痛いって。だから残します。まあ、ที่มันเหลือก็ keep say keep あ、ใส่กันแดดไหมคะ。日焼け止めは塗ってるって。塗ってます。塗ってるんだけど焼けるんです。どこも行ってないのにハワイ行ったのかって言われるんですよ。行ってない。すごい、でも焼けましたよね。もうちょっとなんか色が白っぽかったイメージで。今あの DIY で家を作ってるんですよ、うん、自分で。でもマスクもして徹底的に保護してるんだけど、うんうんうん、でもやっぱり長時間外にいるから、本当ですよね。多分洋服を通して紫外線が刺すんでしょうね。そのトーニングも、うんうんうん、僕はまあ時間がないから1回しかできないけど、はいはい、これ2回3回繰り返す、はい、効果あるんですか。はいはい、うーん、その子宮沈着だけじゃなくて乾板全体的な、あとは毛穴綺麗にすごくなります。であとはまあ肌全体のトーンアップにつながるので、回数はやっぱそのできるだけ月1回とかってもう定期的に通っていただいてもいいぐらい。ああ、そうなんだ。おすすめします。で2週間後のチェックって普通ボトックスさせていただいてるんですけど、目尻の少量の量だったら特にはチェック来なくて大丈夫なので、ご旅行中でも。ここがね、前打った時にドーンと落ちて、はい、笑ってもこんな感じだったんですよ。結構多かったんですね、量が。先生結構細かく量少なめに入れる。それすごい少なくしてもらったんです。あ、本当ですか。めちゃくちゃ少なくしてもこんなになって、それだからそれ以来もう目尻は打ったことないんですよね、うん、撮影に影響出ると思ったので、うん、そうだ、これをつけてましたね、前回も。ちょっと顔洗顔してきます。はい、スケジュール調整ありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。あ、ちょこっとでもまあ連絡いただいて、
洗顔しただけです麻酔はつけておりません。今日は麻酔なしです、ね、はい。初めてやる治療、しかも海外ね、はい、で顔じゃないですか、で目元も覆われて、うんうん、やっぱちょっと心配じゃないですか、うん、絶対心配ですよ、はい、でここでごちゃごちゃこうやって応援してると、うん、なんかやっぱそれは喜ばれますね、うん、それは前回受けた時に感じましたもん。隣にひとみさんがいてくれるだけで全然違うなって。ここからじゃあ目を、はい、覆ってしまいます。はい、お願いします。ちょっとじゃあ右側の方から増やしていきます、はい、少し傾けます。今お願いします。こちらが、ね、トーニングの前にちょっと顔を冷やしながら行くと痛みが少ない。あ、トーニングの場合もちょっと冷やすんだ、はい。スタートしますね。トーニングスタートします。あ、確かに若干チクチクチクっていう感じ。あの輪ゴムでパチンって当てられてるような感じ、はい、焼けてるような、肌が焼けてるような匂いもしますね。はい、少し焦げ臭いね、うん、毛穴が引き締まるのって嬉しいですね。男の人は特に毛穴が多分広がってる人の方が多いと思うんで。また別の治療もあって、毛穴だと今シルファームが男性の方人気です、うん、シルファーム？それはもう毛穴を集中的に、毛穴、はい、毛穴が特に毛穴とかニキビ跡、うん、トニングも終わりです。お、早い。少しだけ赤くなってます。あ、若干ですね、ピンクになってて、はい、これは皆さん、あのチクッとするぐらい輪ゴムでこう皮膚にパチンと当てられたような感じの痛み、心配な人は麻酔してください。冷たいね。これが気持ちいい。ねえ、深くなったな。でも笑ってない状態でもシワが残ってると、うん、もうボトックスでも改善かなり難しくなるので。そういう人もいるのか。ってことは、そういう目尻のシワとかおでこのシワ気になる人は深く残る前、ね、残る前にやった方がいいですね。女の人のおでこはやっぱりでもシワのあるないで、これね、変わりますからね。そうですね、男性だってなんかあった方が渋かったりしますよね、で男の人は。で、40代50代の俳優がシワ一つもなかったら、はい、逆に違和感ありますもんね、はい、これが完全に消えるとか消したいっていうことではないので、まあちょっとどうなるかっていうのを食べそうかなと。ナボタ、はい、ブレナボタっていう。ナボタ、韓国のナボタを今日使用します、はい。アメリカ製のものもあるんですけど、料金が半分ぐらいナボタの安いので、うん、ですって皆さん、うん。韓国製とアメリカ製があって、はい、韓国製のは安い。で、効果はどちらも一緒。そんなにその変わらないと言われてて、うん、見ててください。僕は韓国製の何でしたっけ、ナボタを打ちます。あ、これで冷やすんですね。はい、今度はまたしっかり冷やしてから治療して、はい、お願いします。冷たいね、はい、スマイルフェイス、リラックス、チベットします。お、刺さった。でも全然痛くないぞ、これは。あ、でも なんか入ってきてるような感じがする。スマイケイス、いいことします。 OK、リラックス、楽にしてください。でもすごく丁寧ですね、こうやって一つずつちゃんと確認して打ってくれるのは、はい。スマイフェイス、モデルダイアリーズなのになんか美容 YouTube みたいになってきましたね。これってボトックスってどのぐらい効果が続くんですか？まあ、今みたいに少ない感じだとはっきり4ヶ月ぐらい。あ、でも4ヶ月も持つ、はい、トーニングを受けた後の気をつけないといけないことは、まあ、やはり日焼けをしないこと、はい、日焼けしない、日焼け止め、
うん、でももっと早くから気づけばよかったな。ただ若い時ってみんな日焼けしたいですもんね。したいですね。ちょっと焼けてるぐらいの位置。そう、わざわざ日サロ行く時代あったじゃないですか、はい、そうですよ。もうひとみさんも行きました。行ってました。黒い方はなんか良かったんですよ、うん、今じゃ日サロなんて絶対行かないですよね。皆さん焼けない方が絶対いいから本当に。で、僕の YouTube 見てる人って多分年齢層40から60ぐらいが一番多いので、はい、みんなが多分40代のことだと死に出てますよね。そうそう、だからみんなが見ながらうんうん、そうそうそうって共感してると思います。いや本当にあのところはなんか分かんない、焼きたかったんですよね、もう黒にしたくて、うん、男の人も女の人も黒い方がいいっていう時代ありましたよね、うん、なんかみんな黒いし。今日これでもう終わりました。はい、大丈夫です。はい、はい、先生ありがとうございました。はい、終わりました。ありがとうございます。今回はね、シミ取りとかしてないから綺麗な顔でエンディング取ります。本当ですね、はい、で今日僕が受けたのは、はい、最終的に金額はいくらになりますか。はい、ね、1回分 の、 そのヤグレーザーの治療が入ってこちらですね、はい、5500バーツ。だからシミ取りとトーニングがセットでこの金額ってこと。はい、そうなんです。今日の場合も、じゃあ今日の場合シミ取りはしてないけども5500バーツ、はい、シミ取りしても5500バーツ。あ、じゃあやるんだったら取った方がいいんだね。そのでもトーニングだけの方はちょっと調整でちょっと数多くトーニングするので、うん、この乾パンの部分だったりこう目立つところを多めに、はい、損はしないようにします。で、ボトックスが目尻だけとか眉間だけっていうのも可能で、はい、ここ S パーツっていう、ここね、はい、治療だとナボタ、これを受けたんですね、はい、こっちがアメリカ製、はい、こっちが韓国製、はい、トータルが7690バーツ。はい、はい、下で字幕で日本円も入れておきます。はい、ありがとうございます。ひとみさん、はい、さっきもちょっと先にお願いしておいたんですけど、はい、今回も見てくれた人、はい、YouTube チャンネル登録してくれた人、あともう一個追加しようと思います。レジーナのインスタグラムでいいですか、はい、も登録してくれた人に何か特典をお願いできますか、はい、ありがとうございます。脱毛をまたプレゼントさせていただこうかなと。前回も圧倒的な人気でしたね、はい、脱毛すごい人気、まあ、脱毛は何がいいかって、その空いてる時間に一緒にできるように治療ができますので、うん、この中から選んでいただく、はい、人気はやっぱ脇とか手の指、こう変形とかといったところです。はい、わかりました。まあ、まずはあの、はい、一度相談すればいいですね、はい、はい、一度ひとみさんに聞いてみてください。また得点ついたよ皆さんありがとうございます。はい、はい、じゃあまたぜひね、日本に住んでる方もタイに住んでる方もぜひ来てみてください、はい、まあ、何よりもひとみさんがいるんで日本語通じるからそれが一番安心。ありがとうございます。はい、こちらこそ今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ経過観察楽しみにしてください。さあ、あれから2週間経ちました。僕が受けた施術が肌のトーニングと、あと目の周りのボトックスですね、シワを目立たなくするためのボトックスで、まず肌からどうでしょうか。ちょっとワントーン明るくなった感じがしませんか。以前受けた時のシミ取り、ほくろ取りのような何かあったものが消えて明らかに違うっていう変化は今この画面越しで伝えることはできないんだけども、目の周りに残っていた色素沈着と言われるものが薄くなりました。で、もともと薄かったのは今消えています。ただ残っているものがあるのも事実なので、できればこのトーニングはひとみさんが言う通り2回ではなくて3回4回と繰り返した方が確実に綺麗になっていくと思います。で、時間のある人、あとはまあ仕事に影響がない人とは、あのシミ取りも何度か繰り返した方がいいです。ひとみさんもそう言ってました。あの映像ちょっと戻ってひとみさんの肌を見てもらいたいんですが、何回したって言ったかな。まあ、ひとみさんはね、少なからず僕以上の回数を、やっています。そしてあの綺麗な肌になったので、まあ、やっぱり実際やった人の肌を見て、そして話を聞くっていうのがね、安心材料ですね。だから僕もまたタイに行く機会があって時間が取れれば、まあ、もう一回ぐらいやってみたいなと思っています。
で、この今回トーニングだけでしたけど、ダウンタイムなし、そして、毛穴の引き締め効果もあるとひとみさんは言っていたんですが、これは2回目の今回分かりました。毛穴が明らかに引き締まった感じがあります。キメが細かくなったなっていうのが実感しています。で、目の周りに打ったボトックス、笑ってみますよ。こんな感じです。どうですか？薄くなったよね。そして目が死んだような感じがない。すごくナチュラル、自然に収まっています。僕の場合は目の周りのシワが気になりだしたのが確かね、5年ほど前だと思うんですよ。で、一度だけクリニックでそのシワを軽減するためのボトックスを打ったことがあるんだけど、引きすぎちゃって笑っても目だけが笑ってない無表情な感じになったことがあるんですね。で、僕の仕事はモデル業、俳優業なので、目で表情を作る、コントロールできないと致命的な話なので、二度とボトックスなんて打たないと誓ったぐらい嫌な思い出があるんですよ。まあ、だから今回映像の中ではすんなりとボトックス打ってますが、本心は結構あれ勇気必要だったんです今回。まあでも結果的にすごくナチュラル、自然な感じに出来上がったので大満足してます。まあ、だから経験から皆さんに伝えられるのは、ボトックスは成分が、まあ、多少は影響すると思うけど、成分がというよりかは誰が施術をするか、だからドクターの腕だと思います。まあ、だからね、この僕の YouTube を見てる皆さん、まあ、どんな美容の施術をするのか希望してるのか分かりませんが、入り口が分からない、不安だっていう方は、まあ、ぜひバンコク旅行に行く機会があったらレジーナに一度行ってみてください。まあ、もちろんね、日本にもいいドクターはたくさんいると思いますが、まあ、一番僕が言えるのは信頼できるドクターを見つけることだということです。そして情報を繰り返しになりますが、僕のこの YouTube を見てくれた皆さんに今回もです特典がつきます。レジーナのインスタグラム、そして僕のこの YouTube チャンネル、2つをね、登録お願いします。で、それが分かるように、携帯でスクリーンショットでいいです。撮って受付に持ってきてください。そうすれば、皆さんに脱毛のサービスが受けられますので、ぜひ活用してください。このレジーナに行くのは、僕、今回が2回目になったんですが、まあ、やっぱり、そういったところに足を運ぶことによって、自分の肌に対する意識っていうのはね、高くなりました。今までしなかったことが、例えば日焼け止めとかね、今まで塗ってなかった自分が今では日焼け止めちゃんと塗るようになるとか、なんかいい習慣につながってるので、まあ、これはね、行ってみてよかったなって、新しい習慣作りになりました。ぜひ皆さんもこの動画をきっかけに自分の肌への美の意識高めてみてください。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良かったなと思う方、いいね、そしてコメントで感想を教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週日曜日お届けします。